アッシュリー・ロイ・ウェストウッドは、イングランド出身のサッカー選手。現在は、プレミアリーグのバーンディー FC に所属している。ポジションはミッドフィルダー。イングランド東部の町、南東イッチで生まれる。クルー・アレクサンドラ FC のユースでプレーした後、2008年4月に、プロ契約を結んだ。その後、故郷のクラブ南東イッチタウン FC にレンタルされ、1年間、 ノーザンプレミアリーグプレミアディビジョンでプレーした。次のシーズンはレンタル元に戻り38試合に出場して6ゴールを挙げるなど活躍を見せたことで12月には新たな2年契約を勝ち取るとともにクラブ最優秀選手に選ばれた。次の2010から2011シーズンではさらに出場数を伸ばし46試合に出場するとともに6ゴールを挙げた。 次のシーズンも47試合に出場した。2012年の夏には監督からキャプテンに任命された。しかし、そのシーズンにはプレミアリーグに属するスウォンジーシティ AFC への移籍が噂されるようになった。結局、移籍金に折り合いがつかず、破断に終わると夏の移籍期限最終日に同じくプレミアリーグのアストンビラ FC への移籍が発表された。 4年契約で遺跡金は200万ユーロ程度とされている。2012から2013シーズン9月15日のプレミアリーグのスウォンジーシティ FC 戦の後半にスティーブン・アイルランドとの交代で初出場を果たした。11月3日にはサンダーランド AFC 戦でリーグ戦初先発を果たし、1から0での勝利に貢献し、バリーバナンと共にプレーを称賛された。 2013年の7月15日には2017年の夏まで契約を延長した。2013年の11月25日にはアウェーでのウエストブロムウィッチアルビオン FC 戦で後半31分に初得点を決めた。2014年の3月29日にはマンチェスターユナイテッド FC 相手に5月3日には春テ a FC 相手に得点を決め、 2013から2014シーズンは37試合に出場し3得点という好成績を残した。2015年の8月12日には新たに5年契約を結んだ。2017年1月31日、プレミアリーグのバーンディ FC へ3年契約で移籍した。自らをマイケル・キャリックに敬をすることがあるようにアンカーでプレーすることが多く、 高いパススキルとインテリジェンスを兼ね備え、チームメイトへのパスばきを得意としている。スタミナと守備力も水準以上であり、右のサイドバックとしてプレイすることも可能である。ありがとうございます。